当店の一番の特徴は、一番おいしいコーヒーをお客様に飲んでいただくために、お客様にご注文をいただいてから焙煎をするということが一番の特徴です。当店の一番の売りとしては、通常コーヒー業界というのはこういうふうに煎ってある状態の豆を、普通販売されてると思いますが、当店はお客様からご注文いただいてから生豆と言われるこういうものですね、これを、そこにある焙煎機で、焙煎しております。コーヒー豆が一番おいしい時っていうのは、豆を焙煎してから2日目からだいたい2週間目ぐらいですね。でも市販で売られてる豆っていうのは、焙煎して1ヶ月以上のもので、例えて言うのであれば、飲み頃が過ぎているコーヒーですね。飲めるけど、一番おいしい時は過ぎているコーヒー豆ということで、当店の一番の特徴は一番おいしいコーヒーをお客様に飲んでいただくために、お客様にご注文をいただいてから焙煎をするということが一番の特徴です。なぜ喫茶店にお客様が行かなくなって、スターバックスなどが流行ってるかといったら、テイクアウトっていうのが結構お客様にとっては魅力的な商品であって、けどスターバックスとかは自家焙煎のコーヒー豆をテイクアウトできませんよね。なのでそこでうちはタリーズとかスターバックスとの差別化も図ってるということで、自家焙煎のサイフォンのコーヒーがお持ち帰りできるというのがうちの最大の特徴になると思っております。おそらくニツでは、エスプレッソであるとかカプチーノであるとか、キャラメルモカとかそういったものをやっているお店は多分少ないと思うんですけれども、そういったところも、時代のニーズがそういうふうに合ってきてると思うので、お客様に喜んでいただくためにうちはエスプレッソ、カプチーノそういったものも、今年からですね、2010年からスタートしております、はい、そちらもテイクアウトできます。